皆さんこんにちは、あいちんです。今日は新大久保のなんか詰め合わせみたいな、なんていうのあれ、モッパンセット、モッパンセット食べに来ました。え、嬉しい。新大久保プロタンと来た以来、そっか、そう、確かにモッパン発祥のお店に来る。そう、来る前に死ぬほど歩かされそう、この汗だくよ。暑い。え、めっちゃ映えるね、ここ。なんだっけ、お店の名前。チーズマニマニ。チーズマニマニ。3です。チーズマニマニ。なんかめっちゃ映える。あと、なんか、なんでここ来たいなって思ったかって、私、インスタで普通に見てて、で、フォローしてて、いつか来たいなと思って、あの、チーズボールとか食べたことなくて、てか、あんまり食べたことなくて、その新大久保のサムギョプサルとさ、チーズとくぐらいか。だから、初めてですか、じゃあ、そういうモッパン的なもの食べる。え、そうそう、結構多分、初めてのものが多そう。で、今日は、そのモッパンセットと、あと、何ですか、キンパを頼んでるんで、ちょっと車で。楽しみ。はい。はい、失礼します。ネギサラダとプルコギのり巻きとキムチのり巻きですね。どうぞ。美味しそう。すごっ。ね。え、めっちゃ美味しそう。これ何すか？見て。なんて言ったっけ？キムチのり巻き。あ、キムチのり巻き。まあ、キムチのキンパってことですね。要は。え、めっちゃ美味しそう。何入ってるの？卵とか入ってる。そう。これは普通のキンパじゃない。結構好きで、はい、なんかあんまりさ小麦をそんなに食べないようにしてるの普段、うん、だから米を食べることが多くて、多分ね、食べる、よく食べる、韓国料理。そうなんですね。そう。でもさ、モッパンってさ小麦のオンパレードだね。マジでザ炭水化物ですよね。だから嬉しい。YouTube モッパンセットですね。はい、しました。え、すごい、かわいい。いいですね。うん、いただきます。これ何？それが、なんだ、なんかそっとくそっとくみたいなやつよね。うん、おいしい。味どうすか？おいしい。甘辛。甘辛、うん、揚げてんのか、ソーセージを揚げてるってことだよね。うん、みたいな感じですよね。うん、うん、うまそう。この2個目のね、ソーセージはソーセージ。それ餅です。え、違うか。ああ、そういうこと。この下、はいはい、これは餅なの。それ餅っす。あ、ソーセージを揚げてんだと思ってた。あ、ごめんなさい、あれですよ、餅とソーセージってことっす。あ、餅か、これ、ま、違う、ソーセージを揚げてるんですか。ソーセージを揚げてるんですかね。うん、餅。あ、そういうこと？あ、餅を揚げてるかと思ったってことですか？あ、え？そういうことですね。この餅もソーセージだと思ってた。そう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 。あ、そうや。あ、そういうことですね。美味しい。一人で食べてもつまんないんだけど。あ、ちょっと食べますね。これさ、やっぱさ、一人の YouTuber の人何なのよ。キンパ食べていい？どうぞ。え、縮み入ってんだけど。そんなことあります？キンパに縮み入ってるって。え、すごくない？違うの？これ違うかも。でも、もしもし。え、すごい。確かに。うん。何なんだろう。あれ？この間食べたのってハットクでしたっけ？うん、いつも、アイチャンネルで食べてるやつって。チーズボールって何？この中にチーズ入ってるってこと？うん。ちょっと甘いっす。うん。どうなってみた？うん。美味しいっすよね。うん。お餅も入ってるのかな？うん。新大久保行ったことありますか？なんか新大久保はさ、うん、そう、え、観光地みたいになってるよね。うん、あとあれじゃないですか、女子高生の遊び場なんじゃないですか。もう確かに今の時代、私の時代は原宿でしたよ。何するんですか、原宿で。プリクラ撮るんですか？あ、そうそうそう、あと渋谷109。え、上原さんの JK 時代って何流行ってたんですか？なんだろう、プリクラ。え、もうなんか超ギャルメイクとかそういうのなんですか？あ、ギャルメイク流行った。ルーズソックス履いて、うん、ルーズソックスは小学校高学年から
中学の時にめっちゃ流行ってて、はいはいはい、入ってた。これは何？これも砂糖。そう、それも多分ポテトと同じ味のやつです。だからチキンが4種類あるのかな、うん、普通のチキン、この辛いのはさ、あれ食べたことあるよね。あります。ヤンニョムチキン、ね、あとニンニク醤油、ハニーバターチキンで、で上原さんが今取ったのがハニーバターチキンです。食べたことなさそうなやつ。キンは普通にうまい。うん、水ヤンニョムの味がする。甘じょっぱい感じですよ。うん、ディズニーランドのポップコーンの味がする。ありそう、確かに。めっちゃ分かりやすい。例えばテレビだったらダメだな、きっと。上原さんって意外と大食いですよね、うん、結構食べますよね、うん、食べる。うんうん、だってラーメンさ、いつも褒められるもん。いや、てか相当食べてますよ、あの量は。そうそうそう、すごいね、うん、だって男の成人男性が食べてもきついっすもん、あれ、あの量。今まで結構何個か行ったじゃないですか、うん、全部麺量多分300以上あるんで、うん、大食いだなと思います。え、でもこのすごいね、 YouTuber の人がね、これ食べてる。確かにみんな食べたくなるもんね、うん、やっぱこの辛いのが、うん、おいしい。やっぱ激辛行ってみたい。確かに新大久保ありそうっすよね。でも激辛のお店とか、うん、美味しい、うん、激辛夏だし、うん、ちょうどいい。はい、残り1本いただきます。うん、完食。美味しかったですね。美味しかった。量がすごいですね。すごい量がすごい。でみんなで食べるのがおすすめです。でもめっちゃ美味しかったね。なんか韓国を一気に満喫したって感じ、うん、初めてでしたもんね。え、初めて6番セット食べるの、うん、な、初めて食べたものばっかりだった。どれ一番美味しかったっすか。うん、でもあの辛いチキン、やっぱ辛いの好きなんですね。辛いの好きです。ごちそうさまでした。ということで、気になる方はチーズマニマニさんに遊びに来てください。新大久保にありますね。友達と来るのがおすすめ。はい、ということで高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。パッパイパッパイパッパイ。